ホットラインに使用される典型的なダイヤルのない赤い電話機。これはジミー・カーター図書館、博物館の展示品で、その下にベイソホットラインについての説明があるが、ベイソホットラインでこの形の電話機が使われたことはない。なお、説明文は現在は修正されている。ホットラインとは、ポイント2ポイントの直通回線で、終端装置をオフフックにするだけで、 電話番号の入力などの追加の操作をすることなく、事前に選択された手先に自動的に接続されるもののことである。例としては、受信機を上げると自動的に緊急サービスに接続する電話がある。したがって、ホットライン専用の電話機には電話番号の入力のためのダイヤルや押しボタンは不要である。もともとは、ね、各国の政府首脳が非常時に直接対話ができるように設置された。 直通回線を指した用語であり、転じて重要な連絡を行うための直通電話回線を指すようになった。詳細は EN、モスクワ、ワシントンホットラインを参照ベースホットラインはアメリカ合衆国ワシントン DC のホワイトハウスとソビエト連邦モスクワのクレムリンとの間のホットラインである。キューバ危機の後の1963年8月30日に設けられた。 二大国家の首脳間で意思疎通を直接行うことで偶発的に戦争が発生しないようにという意図からであった。それ以前、キューバ危機が起きた1962年まで米国とソ連の通信は6時間かかった。通信の手順は以下の通りである。アメリカ合衆国国務省がワシントンの大使館と連絡大使館で所管を再高度で暗号化配達員が 大使館に自転車で取りに来る配達員が電報局に持ち帰る電信電話局が相手国首都へ暗号文をテレタイプで打電電信局が受信し外務省に配達外務省で暗号電報を解読クレムリンに配達これは第二次世界大戦中フランクリン・ルーズベルト大統領とウィンストン・チャーチル首相が直接電話対談した例に習ったものである技術的には スペクトル分割混合方式による音声通信であり、大西洋海底電線を使った確実と思われる資料により、米ソホットラインが設置されてから10年ほどの状況が分かっている。この米ソ間のホットラインは、1967年の6月に起きた第三次中東戦争の際に初めて利用された。この時は、海戦ごまもなく、モスクワから、 国防総省にかかってきたもので、時の大統領と首相であった、ジョンソン大統領と小水銀首相が停戦に、向け努力する旨を確認し合っている。米ソホットラインが確立される20年前、第二次世界大戦中の1943年から1946年まで、ダウニング街10番地及びホワイトホールの、 イギリスオークラ省庁舎地下の内閣戦時執務室とワシントン DC のホワイトハウスとの間にホットラインが設置されていた。この回線はシグシリーと呼ばれる世界初の秘話装置によって通話内容が秘匿化されていた。北京とモスクワの間のホットライン接続は1969年の中祖国境紛争の際に使用された。しかし中国側は ソ連側の和平の試みを拒否し、ホットラインは撤去された。中国とロシアの間のホットラインは、1996年に復活した。シャルルド・ゴール・フランス大統領は、1966年にソ連を訪問した際に、パリとモスクワの間にホットラインを設置すると発表した。このホットラインは、1989年に、テレックスから高速ファックス機にアップグレードされた。 ロンドンとモスクワの間のホットラインは、1992年に、両国間の友好条約が締結されるまで、正式には確立されなかった。2011年に、ウィリアム・ヘイグ外務大臣がモスクワを訪問した時に、アップグレードが発表された。詳細は、e n イスラマバード・ニューデリーホットラインを、参照2004年6月20日、インドとパキスタンの両国は、核戦争につながる。 可能性があると誤解されるのを防ぐため、核実験禁止を延長し、両国の外務大臣の間にホットラインを設置することに合意した。このホットラインは、アメリカ軍将校の助けを借りて設置された。2008年、ソ連に代わって、経済的、軍事的に台頭してきた中華人民共和国との間に、アメリカ合衆国はホットラインを開設した。2015年には、 サイバー攻撃やスペースデブリの問題化を受けて、サイバー空間や宇宙空間の非常事態まで対象が拡大していることが特徴的である。インドと中国は両国の外省の間のホットラインの設置を発表し、関係強化と政治的相互信頼の構築へのコミットメントを繰り返した。2015年8月現在、ホットラインはまだ運用されていない。2013年2月、 尖閣諸島問題により市中ホットラインの設置に新たな弾みがついた。それまでも設置の合意はされていたが、緊張が高まったために設置されなかった。北朝鮮と韓国の間には40本以上の直通電話回線があり、そのうちの最初のものは1971年9月に開設された。これらのホットラインの大部分は板門店の共同警備区域を通り、 赤十字社によって維持されている。1971年の開設以来、北朝鮮は7回、ホットラインを使えないようにした。最後に使えないようにしたのは2016年2月で、あり、金正恩の新年演説の後の2018年1月3日に再開された。2015年8月、ホワイトハウスとニューデリーの間のホットラインが稼働した。2015年1月に、 オバマ大統領がインドを訪問した際に、このホットラインの設置が決定された。これは、インドのとアメリカの首脳間の初のホットラインである。本来の意味のホットラインでは、事前に選択された宛先以外に電話をかけることは、できない。しかし、交互的な用法では、緊急時に電話をする、コールセンター、または、その電話番号自体を指すこともある。24時間対応で非エイの電話番号、 例えば、一般的な緊急時の直通電話や自殺志願者のための人生相談などがこれにあたる。また、1979年の三菱銀行人質事件では、警察が本部と犯人を結ぶための直通電話がホットラインと呼ばれた。ありがとうございます。